はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、葛西さんね、葛西アナウンサー空いてるじゃないですか。悪性リンパ腫になられた、ね、方がですね、その12月24日のブログでですね、 CV ポートの表現についてね、皆さんに恐怖を与えてしまったとね、謝罪されてました。まあ、その CV ポートがね、とにかく怖い、痛いという情報をね、葛西さんが CV ポートを、経験している友達からね、聞いたらしくてですね、まあ、それをそのままテレビでこう言ってしまったことを気になされてたみたいです。まあ、その要は CV ポートという装置をね、体に埋め込むんですよ。まだ埋め込んでなかった葛西さんもね、ちょっと怖かったなと思います。その時はね。でも僕は CV は、このね、首からこっちかな。入れましたけども、こっちか、右の、首の方からね、その入れたんですけども、その CV ポートっていうのは埋め込んでませんでした。そう、というか、まあ、そもそも CV ポートとは何なのかをね、調べましたので、お話しします。まあ、CV というのはですね、中心静脈カテーテルというカテーテルのことですね。心臓に向かって走っているその太い静脈が、ね、あるんですよ。その血管にカテーテルを入れる医療行為です。そしてそのポートなんですけどもね、まあ、これぐらいに100円玉かな ?500 円玉まではいかないらしいんですけども、それぐらいの大きさの、が本体で、そこからそのカテーテルがね、出てる形で、なんかこうピッピューって出てる形でね、構成されているみたいです。その鎖骨の下の血管からね、カテーテルを挿入して、まあ、右かな、左かな、まあ、人それぞれだと思うんですけども、その胸の皮膚の下に、その本体を埋め込みます。ね、皮膚の中に埋め込みます。カテーテルの先端はね、心臓の近くの大静脈にね、留置されます。もう鎖骨の下からね、こう入れてるんで、左やからこっちか。ね、入ってるんで、もう心臓の近くの太い静脈、大静脈ね、そこにもう直接カテーテルがヒュッてこう入るようになっております。で、その CV ポートのね、このポート自体の表面にはですね、セプタムと呼ばれているね、圧縮されたシリコンのゴムがあってですね、そこにこの専用の針を刺してですね、薬剤を投与します。薬剤は CV ポート本体と、ね、カテーテルを経て、血管内に投与されます。まあ、例えばその腕の細い静脈から、ね、強い抗がん剤かを、ね、入れるとね、静脈炎というのが、ね、起こることがあります。これですよ、これ。これね、静脈炎ですわ。こちょっと見にくいかな、わかりませんけど、何回もね、この動画でお伝えしてますけども、この血管がね、黒くなって、硬くなって、痛いところがね、まだまだ残っております。これ静脈炎ですね。血管炎とねお伝えしましたけど、静脈なんでこれ静脈炎ですわ。まあね、そのそんな感じなんですけども、まあしかしその CV 中心静脈カテーテルね、ここからこう入れるその心臓の近くの、静脈に、カテーテルを入れて、この直接ねこう入れることをするとですね、その静脈炎を起こす可能性がね少なくなるんです。まあ、そしてさらに、この両腕にね、この針を刺さなくていいので、両腕がすごいフリーな状態なので、それはそれなりにね、すごい快適です。もう僕もやった時は快適でしたね。両手がすごい楽だぜってなりましたね。そして、その CV ポートではね、この広い、ここにあるセプタム、っていうそのシリコンの部分ですね、針をね、ちょっと挿入すればいいだけなんで、その1回で確実に針を刺すことができます。まあ、従来から広く使用されているその末梢静脈ですか、その腕のね、静脈のことなんですけども、まあ、そんなところとかやったらね、その血管自体がですね、まあ、細かったりとか、なかなかね、こう探してて見つからへんかったりするとですね、まあ、針を何度も何度もこう刺し直さなあかん場合があってね、患者さん側としてはね、ちょっと苦痛です。痛ってなるんで、何回もね。ほんでね、その腕に点滴の針をね、刺す場合だとですね、まあ、大げさに言うと、
まあ、ちょっと腕を動かしたい時にね、その薬剤がこの血管と針のね、あの間からこう漏れ出したりする可能性があるんで、この CV ポートとかだとね、その心配はねないのでね、そんないいこと尽くしなのが CV ポートでございます。ただその CV ポートを埋め込むのに、まあ、少し手術をすることになるので、その時の一番最初の部分麻酔の時の針は、まあ、チクッとしてね痛いんでしょうね。笠井さんはその胸の痛さをね、恋の胸の痛みの方が大きいくらいですとブログで綴っていました。まあテレビに出て活躍されてる人なので、まあ、ちょっとした表現でもね影響力が大きいんでしょうね。でもそれで苦情があったとかじゃないと思うんですけどね。そんな恐怖を与えてしまったっていうところが、まあそのね、笠井さんの配慮だったんだと思います。まあね、ブログを見ますとね、まあこれから抗がん剤の副作用と、この戦わなければいけませんと書いてありましたけども、まあきっと抗がん剤が始まって今日で3日目か4日目だと思いますけども、まあ笠井さんもね、いろんな情報をこう入手されていると思いますんで、それなりに身に起こることはね、把握されていることだと思います。まあ、僕もしんどい時は動画も撮れませんでしたけども、何でもいいんでね、辛いこととかね、このブログとかね、インスタグラムかね、発信してほしいですね。まあ、誰でもそうですけども、本人が経験したことはね、本人だけしか知らない情報であって、その情報はね、ほんまに他の人はね、知りません。わかりません。でもその情報を発信することで、誰かの役に立つんですよね。まあ、偉そうには言いませんけども、まあ、こんな僕でもですね、この動画を見てくれている方からのコメントでね、勉強になったとかね、安心したとかね、言ってもらえてます。まあ確かにね、病気の話ばっかりしている僕の動画っていうのはですよ、まあ怖い動画のジャンルになるかもしれませんけども、今の時代になってね、不治の病ではないと。治る病気やと言われている、この血液のがんと呼ばれるね、白血病や悪性リンパ腫っていうのはですね、知ってもらえれば何も怖くないです、本当に。まあ、僕はね、この身をもって体験しますので断言できますし、まあ、病院の先生やその看護師さん、並びにその、医療関係者さんたちがね、こう日々患者さんたちをね、治してあげようとして向き合ってくれてるんです。なのでこれを見てくれてる皆さん、何も怖くありません、本当に。怖くないと思う気持ちが大事です、ね、池江理香子さんもね頑張りました。岡村孝子さんも頑張りました、ね、笠井さんも頑張ってます、宮川大輔花子さんの花子さんも頑張ってます。テレビに出てる影響力のある方だからこそ、元気な時はね情報を発信しながら、そんな元気な姿をね見せてほしいですね、皆さんでね応援しましょう。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。